はい、お話の途中ですが、スペシャルゲスト、スペシャルゲストに来ていただきましたので、ここからは、豪華解説陣にマイクをお渡ししたいと思います。はい、はい、座っていただいて。そしたら、これからね、これから、7時半ぐらいまで入れるかな、はい、その後ちょっと仕事があって寝ちゃう。仕事がね、その、軽い服装ですね、はい、先生。ちょっとさっきの色紙書いたから今日1日でね、ちょっと34枚か34枚、はい、でも残りまだあと30枚ちょっと、そんな書かないといけない。え、どこまで話したの？ちょっと聞きたかったんだけど、2人の。いや、まあ、この後ちょっと、あ、今、現局面の話したの？いや、将棋は全然した。将棋話してくださいよ。あ、将棋、これ初手からとかできるんですか？あ、できます。あ、ちょっと、じゃあ、それだけ、こう、こうでしょ。はい、すいません。いや、なんと、そっか、将棋の話をしたっけですか、それ。うん、ウィーロバーですよ、ウィーロバー。てか、千田先生、触れなくていいんですか？触れなくていいんですか？まあ、千田将は、まあ、本当にたまたま立ち寄っただけでした。いや、まあ、まさかこんな永久棋士が。いや、こんなに人がいると思ってないから。いや、倍量持ってくるんですよ。え、何の話したんですか？今来たところなんですけど。いや、あの、渡辺さんとの会話。ああ、そうだ。対局者と今。はい、うん、え、サントリーの話と西山さんの話はしてない？まだしてない、してないです。西山さんの話は、まあ、まあ、後になってからするけど、まあ、ちょっと。聞きたいけど、でも今どんな感じで映ってるのか気になるね。で、これ YouTube どういう感じで映ってるかって。あ、見えない。ちょっと麦の場美味しそうですね。当たり新聞さん。あ、じゃあ、あ、すいません、ありがとうございます。これ顔映ってる。これが顔映ってる。え、これで何？何人ぐらいが見てくれてるんですか？今ですね、え、めっちゃ見てますよ、3000人見てますよ。え、嘘でしょ。3000人ですね。そうですね、競馬の話は見てる。はい、3000人以上。え、知らなかった。まあ、じゃあ軽くじゃあ西山さんの話ちょっとだけしてよ。あ、僕ですか？うん、ちょっと西山さんの話。あ、なんか僕全然映ってなくないですか？あ、じゃあ、見てる場所は違う。あ、そういうことですね。あれ、家でこっちに入る？あ、違うですね。なんか入ると思います。あ、いや、ちょっとあ、じゃあ、なるほど。あっちさん、ごめん。なんでしたっけ？あ、西山さんの話ですか？うん。まあ、強かったです。パンチは。え、なんていうか。なんか名台詞出てたじゃん。ああ、確かに。あれ、あれですか、これが、なんだっけ、今の僕の現在地、今の僕の現在地流行ると思う。いやいや、あれ、あれはね、あれも何か、負けたようにも考えてきて。全然考えてない。勝った時は何て言うつもりだった？勝った時、いや、普通に頑張りましたぐらいです。いやいやいや、勝っても同じ台詞言える。いやいや、それちょっと、いや、あれです。いや、単純にあれです。あの、あれ便利だよね。あれ思っただけです。はい。え、全然あの、勝ったらなんて言ってたか。勝ったら全然あの準備してないです。でもいい将棋だったね。いや、確かに。ユーシロの将棋はね、ちゃんと見ることなかったんです。確かに、今までちゃんと三間飛車に、なんとなくイメージは急戦で仕掛けるのがのかなと思って、じっくり組んで。ありがとうございます。でも力負けしてましたよ。そうなんですね。普通に力負けしてました。強かったよね。いやいや、もう西山さんの。残り10分ぐらいからの使い方がさ。ああ、西山さんね。いや、本当にもう。ユーチューブ誰も応援してなかったもんね。いや、本当っすね。でもそうっすよ。何時に入ったの、対局室？僕、9時20分とかっす。そうだよね。なんか早く入った感じ。なんか気合入ってたよね。あの、朝見てたけど。はい。前日、そうっすね。あの、都内で一泊してたんで。前日にしたんだ。前日しました。へー、すごいな。なんで9時20分に入って9時20分に入りました。ガヤになってる。ガヤ要因にかなり豪華です。え、最後はどっちが欲しかったの？いや、まあ先手番いただけるならって思ってましたけど、一応どっちも準備してました。はい。1局目だからそこは大丈夫。どう見た試験官のスタート切る？いや、でもいい将棋だったっすね。でもみんなそう言ってますよ。あの、そうですね、あの1週間10日ぐらい経ちましたけど、あのお仕事で行く先々で毎回そのお話になるんですけど、あの本当に見てて面白かったって言っていただいたのは嬉しかったです。負けてしまったんですけど、それはあのファンの方にそう言っていただいたのは嬉しかったです。まあ、この話はね、また後でできるからね。はい、でもさ、それってさ、岡部もさ、やってたでしょ、試験か、編入試験。何回かやりました。何回やったの？なんか誰とやったの？さとみさん？そうです、さとみさんと小山。うん、小山さん、はい、2回もやったんだ。2回やりました。で、成績は？まあまあ、差し分けという感じですね。やっぱね、それちょっとやりづらいと。あ、まあ確かに、結構気持ちの持ちようみたいな
まあいいです。じゃあこの話は終わりに。サントリー惜しかったじゃないですか。いやもう。だってさ、岡部ってさ、あれだったよ。あの総会でさ、新四段のさ、はい、挨拶の時に。あ、なんか見ててくださいって。いや、そうそう。あの、私は山形の星になりますみたいな。だからオールスターのスターを取りに行ってるから。あ、なるほど。あ、そういうこと。うん、でもそれ伏線回収なかなかできない。あ、それ何スター性の足りなさが惜しいよね。もうだって3回ぐらい出てさ、え、準優勝ベスト4準優勝みたいな感じ。そんな感じっす。ゆるだわ。すごいすごいすごい。意味ないっす。全部1回戦負けた。それも逆に意外ですけど。あ、てか私倒して。やりました。一挑戦とかで。強いんで、強いところ勝っていったんで。でね、ここ当たったんですよ、先日。あ、そうそう。見ました、見ました。ちょっと聞いてくださいよ、裕次郎先生。当たったじゃん。ね、まあ、やるんだけど。え、まあ結構強いところ買ってきたの。だよく勝ち上がってきたねって褒めてあげたんですよ。そしたらさ、即答でさ、いや、こっちのセリフですよって言われて。よく勝ってきたねって。え、いや、それは永久ですけど。それは覚えてないですよ。始まる前とかセリフしなかったちなみに、そう、え、そんなこと、余裕ですよ。あ、そうそう、余裕。もうなんか、もう勝てる気しなかったな。気楽にやってたんですよ。それはちょっと知らなかったんですけど。あの、師匠、岡部さんの師匠の教室の加瀬先生、アベマで教室の皆さんと見てて、みんなで応援しました。当日はい、僕もその時教室だったんで。いや、いつか、まあ、いつか行けるよね。うん、いつか行けるよ。あ、じゃあこの話も終わり。じゃあ将棋やりましょう、将棋。はい、将棋。はい。ちょっと将棋教えてよ、力戦好きじゃん、だって。力戦、岡部さん。これどうやって進む、私進めるから、はい、行きますよ。これは、え、まず、あ、これがこうなってる。え、まず、マスが八段の先手なんですけど、戦型はどう見ました、今日の解説の岡部さん。ま、なんか矢倉模様ですよ、ね、なるんじゃないかな。初手7六だったんだ。見てないよ。バレる。7六だったんですよね。7六歩以外どうやって矢倉に行くの。矢厳しいツッコミ。いやいや、志田先生は本場のツッコミが。まあ、渡辺さんはまあ8四歩が多いかな。ですかね、まあ。相手の得意戦法を受ける。でまあ、これ注目でしたよね、どの戦型やるかってね。あの先日増田伊藤戦っていうのは増田戦で6八銀から矢倉組んでましたけど、これって動かしたら戻るのかな。こうね、こうやると矢倉模様でしたけど、本譜は、まあ、2六歩とついて、はい、まあ、これも増田八段得意系の一つですよね。確かにちょっと前の得意系って感じですか、うん、この今はこの2六歩型っていうのがね、細かいけど、角を交換すると2六歩だったで、そうですね、っていう、はい、でもまあこれには4四歩ってね、止める手が生じるから、うん、今は2五歩の方が多いんですけど、やっぱ作戦家だと思うんだよね。どう思います、増田八段。なんか順位戦すごい内容いいじゃないですか。あ、やっぱ戦後決まってるのが、確かに、うん、準備とか相手が何やってくるのかなっていうのがうまく準備できてるような気がする。結構早いっすよね、指しても、うん、序盤。ちょっと裕次郎さんなんか、ちょっと確かに将棋、将棋の瞬間黙っちゃう。え、プロになって何ヶ月？プロになって何ヶ月？半年ぐらいです。あ、どうですか、プロの世界。プロの世界、いやー、厳しい世界ですね。本当？え、今何勝何敗？今西山戦含めてですか？いや、含めない、含めないと7勝4敗かな。あ、10回ぐらいやったんだ。11回、はい、やりました。いや、もっと7勝で厳しい、もっと勝てると思った。いや、もっと勝ちたいです。おお、何割何割。いや、あの6割5分勝ちたい。え、あれあれ、あ、足りてるか。いや、あのあれなんです、満足みたいな。いや、違う、僕すいません、あの7割じゃ頑張る。あの、ゆきさんに棋士になった時にお祝い会開いていただいたんですけど、まあ、裕次郎今年5割勝ったら褒めてあげますよって言っていただいた。いや、違うよ、なんか一言って言われたから。だから裕次郎に一言難しいじゃん。はいはい、一言って言われたの。あ、そうでしたっけ。先輩から一言みたいな。あ、そうでしたっけ。だからまあ5割目標にしたらって。いや、そう言っていただいたんですけど、そうですね、ちょっと5割かと思って。なんでそれ聞いて、いや、6割5分頑張ります。反骨心、反骨心というか、まあ普通に頑張りたいなと思いました。でも今一番楽しい時期じゃないの。だってデビューして三段リーグから抜けて伸び伸びさせるわけじゃん。そうですね、それは確かにありますね、伸び伸びさせてますね。負けるのは、負けるきつさが違うもんね。確かに、負けてもなんか次があるから、すごく精神的な楽です。じゃあちょっと待って、1六歩、ちょっと1六歩、岡部さんの解説を。いやいやいや、これどういう意味なんですか。端歩はね、
もう端歩ってプロでも分かんないよね。角換わりとかさ、何でも相掛かりもそうだけど、この端歩一つでさ、これ全然分かんない。え、これじゃあさ、どっちの立場になってから考える？じゃあ渡辺先生の立場になって考えようよ、はい、渡辺先生から見て作者の気持ち、うん、え、これ16歩で疲れたらどう思います？こんな序盤そうそう使う、まず受けるか受けないか問題があるじゃん。いや、受けますよ、これは。だって受ける、うん、え、受けないって言っては考えないの？だってなんかさ、狙いがありそうじゃん、いかにも16歩で。あ、まあ確かに、うん、受けたらなんかありそうかもって思わない？確かに。でもそういうのは関係なく受けんの？相手が何考えてるかとか。え、すぐ受けました。1秒ですか？今順位戦だから。え、でも1秒1秒ではない。1秒っていうか、まあ1分以内、うん、ノータイム、うん、ノータイムっていうのか、うん、でもこの16歩っていうのはあれなんの？後々聞いてくるんですか？まあプロ的にはって感じですわかんない、俺プロでもわかんない。どうでもこれ三段リーブであったでしょ。三段で流行ってる将棋なの？ちょっと詳しく教えてください。なんか狙いは何？はい、なんか、本譜と同じで、はい、本譜、はい、こんな感じですよね。で、これで、はい、で、これで、何これ玉言わず2五歩3三角が入った状態で、待って、教えて、ちょっと、はい、2五歩3三角、はい、6九玉、はい、に、4三銀になんか4、1足4、もう行くの、4五歩、へー、これ何、端が入ってるかでかいんですか、なんか、取って角換えた、あれ、ちょっと形違う。え、まあいいよいいよ、三段リーグの将棋、はい、1五歩、はい、取ると、うん、形違ったな。いや、いいじゃない。え、まあ、こんな感じ。うん、なんかそんな感じの。え、で、取ると取って、うん、ちょっと、お手じゃねえぞ。2、3で、1、4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 
いやちょっと形違うかな、まあ、いやいやいやでもこういうのまあまあまあ、まあまあ、事故だけどこれ分かりやすい5級玉とかなんか異玉でやるとか異玉で行くんじゃん、うん、なんか5四歩入ってたんだよななるほど異玉で行くんじゃんなるほど、うん、あもう異玉でじゃあこういう仕掛けがあるからじゃあ後手もあんまり、なんか気を緩んだ駒組みすると仕掛けられる可能性があるとなるほどいや3三銀は勉強になりましたで本譜は6九玉だから4三銀ちょっと上がってないんだ4三銀上がってなかったらまあ仕掛けられても同銀で取れるからねこうやってきても、うん、あそうですね確かに同銀で取れるといやゆくさんプロだいやいやさっきの仕掛け教えてくれたゆうじろういやいや見てただけでゆうじろうは今何を得意戦法にしてんの、はい、僕ですか、うん、今相掛かりっすねあゆうじろう流相掛かりいやいやいや何とかって投げてるけど全部ゆうきさんに研究で潰されてるんで やる手がないですあれ、はい、これ本譜何指したんだっけ3、5、6歩か相掛かりか岡部はデビューの時は何得意戦法したのいや相掛かりって言いましたけどね得意戦法あれ真面目に書くか迷うよねあのアンケートがあ嘘言ってもいいんですか別に悪くはないだってさ得意戦法角刈り腰掛け銀の最新系とか書いたらさみんな角刈り受けないんですよそうそうそう角受けなくなって確かにあそこからもやっぱ振り飛車の力戦系とか言ったさそうそうそうやっぱあれさ上がった直後だとさいやそうそうちょっとそれ思った思った書かないと思うけどであれみんな見てるから得意戦法あなんだ相掛かりなのかみたいななんかうん、インパクトあるやつ言っとけばよかったっす、ね、鬼殺しいやそれはちょっとふざけすぎでしょそういうキャラだと思われちゃうからそうか、うん、まあまあまあこれであだからもうこれ前例がない将棋だから、うん、力将棋で増田八段こういう将棋得意なんだよねまあ力に自信があるからなんかそうそうです、ね、これ今の若手はどうなのでも裕次郎とかこんな感じじゃないのあこういうの好きっすねね、だから増田将棋結構好きな人多いんじゃない？そうですね。人間的に指しやすい手が多いんで。うん、でもこれって予想できないじゃん。だって本譜もここでさ、なんだろう、三三銀って上がられてるし、多分予定は三三角なんだろうけど。まあ、そこはでも渡辺先生も察知して、そうそうそう、かわしてるんです。そう、やっぱそういう駆け引きがあるよね。し、受けないバージョンもあるかもしれないじゃん。仮に例えば四三銀とかで。確かに。だからもうこういうのを全部もう研究とかじゃなくて、フィーリングね。うん、もうこの一局の将棋でっていうので捉えてる、ね、そういうタイプですよね、うん、だから相手としてもやりにくいよねあんまりいないタイプ今の若手では今の若手はもうなんか60手目のこの局面のこの手を指したいみたいな、うん、そうですねそういう人が多いと思ったけど最近の上がってくる余談って結構渋いよねまあなんか力戦多い気がします、うん、そのなんか角換わり系の、うん、なんか最新系が好きっていう人よりはいやそういう三段あんまいないっすよあもう三段いないいないんだなんかもうそうそうガンギーとかさ、うん、右翼とかさ確かはい今回上がった2人も今度三三銀そうかもう裕次郎上がって何1年ぐらい経つの半年あそうか何も聞いてない岡部は上がってどれぐらい経つの
3年目ですね。もうそんな経つの？僕の2年早いから、2年半じゃないですか。どうですか、3年経って。いやまあ、でもだいぶ慣れてる、慣れてきた。もう慣れた、もう、だいたいのレベルが分かってる。いやいや、まあ自分のね。でもだいたいの力関係分かってる。分かります、だいたいね。姉ちゃん今期ね、いっぱい勝ってるけど。本当だよ、勝ちすぎだよ、勝ちすぎだよ、確かに。これに星分けてほしいですね。もう過去合戦ってさ、決勝まで行って、それ10月何日やんの？13かな、13、14で決勝戦があるんだ、はい、まあ、アウェイなんだって。もうそうは、ここアウェイのようなんで、そう、もうホームで。そんなことありますか、ね、うん、いやだってね、もうユシロ行くしかないんじゃない、記録が応援しに、応援しに、うん、いやでも僕が行ってもアウェイだと思うから。ユシロじゃきつい、うん、僕なんだ、上野さん側に寝返ります。確かに全然寝返ります。すいません、やっぱ応援しますよね、お姉ちゃん。山形のね、なんか山形のなんか言ってるなんか、うん、サクランボの着ぐるみみたいな。まあ上野くん強いし、苦手なんだよね、岡部が、ね、ああそうなんです、うん、苦手だよね、まあ、そこをどう克服するか。確かに相手決勝強いからね、うん、決勝強いって決勝行ってる時点で強い。決勝だって負けてないでしょ。てか前夜祭でさ、加古川牛がもらえるんだよ。ああ、なんか聞きました、うん、はい、結構、あ、私も加古川戦は決勝行ってるんだよ。いやで、その加古川牛だからさ、岡部のやったらさ、みんなで鍋パとかしたら面白いんじゃない？ああ、したいっすね、うん、そんなこと考えてる。うん、いや、してる、うん、してる、考えてる、考えてる。加古川牛考えときますよ。うん、それ負けてもこれ、うん、前夜祭で、あ、地元、うん、どうぞ一応確認すんだよ。いや、まあ、前回でもあ、来ても大丈夫。いやいや、ゆうじろうとかね、そう、あ、肉は確定みたいな。肉、肉はじゃあ、とりあえず大事で。あ、ちょっと待って、なんか話中断しちゃったよ。あ、ごめんなさい。22手目3三銀、まあ、ここがあれでしたよね、3三角か3三銀かっていうところで、で、3七桂5二金4五歩、まあ、これは現代調ですよね。早いっすね。でもこれはでも結構いい、なんかいい形で結構今の若手はこの手から考えるんじゃないの。確かにこれは確かに、もうなんかこれ4四歩とついてたら、もう4六歩、あ、4五歩ってもうすかさずぶつけるのはもうか、そういう手から考えるよね今ね。で、まあ本譜ぶつけたと。これ後手からしてみたらちょっと嫌だよね、午前中に。まあ、でもこれ研究ではないじゃないですか。あ、先、あの渡辺先生から見て、私たち渡辺先生の立場から見たらどうなのこれ。まあ嫌ですね。ていうかこういう将棋あんま好きじゃないんで私は。ああ、もう仕掛けられるのがね。うん、でもこういうの上手い人はいる。雁木刀とかこういうの、うん、なんか上手く。え、裕次郎はどうなの？じゃあ増田八段戦、あ、増田八段の目線から見て。はい、いや、この四五歩かなり形。もうリード奪った。いや、リード奪ったまではいかないですけど、主導権逃げそうかな。同じようなものじゃない。違う。だから違う。精神的に楽で攻めてる。ああ、四五歩で、ね。相手は疲れる。うん、そうですよね。そうですね。まあこれ同歩って取ると、まあ同桂でもう大体攻めになっちゃうのかな。銀、ちょっと一例教えてくださいよ。4二銀は変えて、はい、まあ6六角とかですか。6六角、はい、はい、でまあ受けて、受けてここですけど、岡部さん、もう筋はよく桂と、はい、桂取って、桂取って、桂取って、あ、こそがこれ痛いよ。あ、桂取って、あ、桂、あ、こういう素朴な攻めで角がね、慣れるからね。あ、そうね、もう終わってます、ね、なるほど、なるほど。じゃあもう同歩とは取れなかったと。まあこういうのやっぱり取る手から解説しないといけないからね。なるほど、うん、本部4三金で取って取って、まあ、先手もこうね、なんだろう、スムーズに2級まで引けたからね。これ2級飛車が今いい形とされてるから、はい、まずまずかなとは思ったけれど、やっぱ5五歩からこの辺、この辺りから、あ、こういうの確かに渡辺先生好きですよね。こう確かに、なんか駒落ちみたいな駒組得意じゃないですか。あ、そういう玉三段目とかさ、居玉とか、なんか金銀が盛り上がる将棋、うん、うん、まあこの辺りはお互いこういう感じかな。まあ、4六銀が少しあれですよね、主張しに行ってます、うん、局面ほぐしに、ほぐしに行って7五歩、いや、この辺り難しいな。どこが有給なんだろう。もうこの辺り有給だったのか。あ、七五歩で有給なんだ。で、有給入れたの、松田八段。そうっすね。あ、でもここで入れられるのいいですよね。いいタイミングで入ってます、ね。
あ、そういうものなんですね。なんかやっぱり有給の駆け引きって、え、順位戦とかだって4回ぐらいやったでしょ。そうです、はい、なんかどうだったの。なんか早く飯食いたいなと思って、はい、あのそうなの。え、6時間持ち時間使い切れる。えっと、初戦だけ使ったんですけど、うん、他は1時間ぐらい余してますね。ちょっとまだ使い切れてない。あ、そうなんだ。でも1時間余すぐらいちょうどよくないですか。あ、そうなの。使い切ってる時結構ピンチだもんね、うん、ピンチ。なるほど。え、6時間はちょうどいい、長い。まあ、短いは言わないよね。まあそうです、長いなって時もあれば、うん、あってよかったなって、時間あってよかったなって時もあるので。長考派なんだじゃん。はい、長考派ですね。僕は好きな方かもしれないです。はい、6時間好きってなかなか言えないね。え、疲れないんですか。いや、午前中はゆったり 入って徐々にですか、ね、あの 1日かけたんで嫌いじゃないですね。え、記録で順位戦取ってる時はだってめっちゃ長いなって言ってたじゃん。はい、あ、もう早く終わんない。いや、ほんと長かったっすね。対局者だとまあ、対局者だとすぐ終わっちゃう気がします。あ、対局者すぐ終わるの？対局者だと、目線だと、なんかあっという間に1日経つなって思いました。じゃ出前は何頼んでるんですか？出前はいつも、鳩ヶ倉さんの梅しそ、豚しゃぶ梅しそ。ばっかり？あ、それですね。はい、なんかいい手ないんですか？確かに。教えてください。いや、もう同じはばっか頼んじゃいますよね。自分はカレーが多いです。え、そう、寿司のイメージあったけど。夜。ああ、寿司はまあ、寿司は食べたい時に食べてますね。そうやったの、気分でね。まあ今ね、そういうのも注目されるからね。え、7五歩、これちょっと解説するの難しいね。取るとっていうところ。今でも大体桂跳ねる前に突くのが、うん、居玉だけど、もうこういう感覚なんですね。かえって4一玉とかも夜将棋ではないと。ここに行くと飛車に近づいてるから、あんまりもう加工将棋じゃないってことですね。こう侵入されちゃうから。なので7五歩、まあ、取るってからか、うんと、解説しますよね。あ、取らなかった。まあ、取ると、はい、取ると、まあ、桂を飛んで、はい、まあ、8八角と引いてください。はい、で、ついて。同歩同飛車。はい、で、まあ、8七歩。8七歩、4六飛車で。あ、これで銀が取れると。はい。おー、まあ、4六銀が出てるから。これは技ありですね。でも、まあ、こうはならんでしょ、いくらなんで。でも、痛いね。これ、まあ、ついても、8七歩で。これ、攻め込まれてますね。はい、じゃあ、どうするんですか。取れなかった。6六に上がられるんですけど。ああ。まあこれ6六角だと、でもまあ8六歩とか、まあ、そうですね。死なないんで。うん。まあ5六歩とかよくわかんないけど。うん。ああ5七歩みたいな。うん。まあもしかしたら1三角みたいな手がどっかで出てくるかもしれない。なるほど。知らないけど。7五歩って頭です先生らしいですよ。うん。まあ、ちょっとやっぱ端が入ってない分無理してるかなとも思うんですけどね、細かいけど。いや、なんかこれで端が入ってればなんか随分端角とかないから、なんか攻めの含みが違う気がするんですけど、まあ細かいけどね。ちょっと端が入ってないと軽いかなって感じもするけど、本譜4五歩、まあ、いっぱい押さえて、まあ、このくらいも大きいけど角が通ってきましたね。で5五銀、危なそう。え、これ大丈夫なの。いや、だいぶ踏み込みました。え、これ今、これどれどれ、これが、あ、これ現局面。あ、もう現局面そんな進んでんの、うん、え、これどうやってやればいいんだろう。自動更新するにすればいいのか。15秒。あ、進みました。あ、進んだ。うん、で、本譜7六歩、6六角、8六歩、突いて6五歩。まあ、どうだろう。難しい勝負ですね。これは、8八角には、八八角にはどうするんですか、イーケロさん。いや、どうするんですか。何のために八七歩から八五歩が大歓ですけど。なるほど。なるほど。なるほど。もう、おじいさん流はもう、とりあえず一歩取って。八四飛車ぐらい。え、なんて言った八五歩。八七歩。攻めるね。ダメですか。同金で八五歩。いや、嫌ですよね。で、まあ同歩ですよね。まあ、7四歩もちょっと見えない。7四歩桂を積んでる。いやいや、同歩なんですよ。はい、同歩。はいはい。で、同歩から考えろみたいな。そうそう、まあ、取れてから行って。で、同桂で8六歩に、はい、どうすんだろうな。意外と難しい。桂から行くのか。何？7桂なり、ならず、なり。はい、まあ、ならず。で、同桂に、まあ、5五の銀が。あ、この角がね、ずっと使ってなかった。はい、まあ、跳ねると。6OK だ。あ、それ寄るの。まあまあ、これで技ありってことです。はい、これは銀が取れてるので。なるほど。まあ、でもちょっと7四歩解決するかっていう問題あるよね。あー、まあまあ、そうっすね。うん、まあ、だからどう攻めるか難しいと。あれ、今、8八角は引いたのかな。まあ、引くよね。引かない手あるの。4四歩。
っていう手があるらしいです。あでも、増田さんはこういうところ結構4役行くイメージあるんですけど。そうなんですか。行かない？いや、やりそう、増田さんやりそうな。今つく意味は、さばいといた方が。あ、8八くんで何かあるってことか。じゃあまあ、4役同金、同、なんて言うんだろう。こう、引いたら、どうですかね。まあ、こんな感じの時つけるかっていう問題あるのかな。取って取って同金。うん。なるほど。これが、あ、そういうことか。あ、じゃあ4四でバラしたら7五に角が出たいってことなんですか。いやもう引かないんじゃないの。あ、もうぶった切るんですか。いやでもまあ7五角ぐらいのタッチは4三金。これ切ることありますよ。角じゃないですか、7五上に。うん、7五角普通です。いや、7五角、そんなに、なんすか。いや、でもこういうの攻め繋がっててもおかしくないけどね。うん、7四歩が痛いから、うん。確かに。そうか、これは、なるほど。キャニーがこれね、硬いから。え、もう一回言ってもいいか。ちょっと、冒険な、なんかちょっと滑りそうだけど。坊主のやつ、ね。キャニー囲いが硬いので、うん、分かる人には刺さるから。これ硬いんだね、硬い。でも増田ちゃんこういうのが、ね、得意なんだよね。本当かコンパクトな、うん、なんかそう、こういうかっこいい。だお互い得意系で結構言ってますよね。渡辺先生もこういう、なんて言うんだろう、まとめにくそうな陣形まとめるの得意だし。で、形勢は激戦と。いい勝負ですね。うん。もうあと10分ぐらいで、私たちちょっと仕事行かないといけないから。いやちょっとこんだけ盛り上げて俺一人ちょっと不安なんですけど。いや大丈夫です。千田先生もいらっしゃる。あ、そう、千田先生。まあ、困った時あと10分ぐらい。いや なんかさ、何の話しよう、あと10分。まあ、原局面まで初心の話はしたから。でもサントリーの話したし。チャット欄の質問で。はい、あ、これですか。質問とかあるんですか。昨日の王座戦の感想を聞きたいです。王座戦。あ、そうね。千田さん。千田さん。あ、じゃあ先生。まあ、後で、後でじゃあ、後で。後でじゃあ。いるうちに佐々木さんの感想を聞くの、うん、いやいや、まあ、私確かに。あ、でも、そう。いやいや、あ、竜王戦があるさ、俺さ、あれなんだよね、なんだ、あ、なんだ、はい、ちょっとおやつとかさ、結構気になってるんで、はい、あ、対局の、うん、あれ、前日にしかさ、来ないみたいなんだけど、当日選ぶんじゃん、まあ、前日に選んでくださいって感じなんだけど、はい、結構悩ましいじゃないですか、はい、あれ、無難にフルーツ盛り合わせ、あ、そうそう、フルーツ盛り合わせ頼みたいんだけど、はい、でもさ、その中で嫌いなものはないけど、あんまり、はい、好きなものは多いわけよ、はいはい、だから例えば秋だと何、10月だと何が旬、10月何、なんだ、バケさん、まあ、ブドウでしょ、ブドウ、あ、ブドウ、ブドウと、クリームはクルーズじゃないか、柿か、柿か、あー、いいですね、あと、イチゴは季節か分かんないけど、イチゴ、イチゴはもうあるか、うん、でも柿、ブドウ、イチゴの盛り合わせが食べたいってどうやって伝えればいいんですか。今これ誰か見てくれ、あ、これを見てくれて、誰か書いてくれて、それがホテルの人が見てくれて影響力する。じゃあもう、あのフルーツの盛り合わせは柿、イチゴ、ブドウの盛り合わせになってると。バナナは食べれば、バナナはバナナいらない、バナナいらないですよ。あと何があるかな、季節かな。え、なんなん、でも、桃は桃、桃って、桃か、桃はあるんじゃないですか、うんうん、桃もありか、桃もありです、ね、じゃあ、なんだっけ、いや、ぶどう、柿、うん、なんだっけ、いちご、いちご、桃、あ、じゃあその4種類の盛り合わせにしよう、うん、なるほど。いやだってあれなんか書くの恥ずかしくない、なんかさ、フルーツの盛り合わせ、カッコみたいな、あー、カッコ、この話をしてる方で、原曲面やるか、もう私話したいこともう終わった。フルーツの話で終わり。竜王戦の話。竜王戦ね、どうすればいいの、うん、どうすればいいの、どうすればいいの、何の話ですか、うん、飯とかどうするんですか。あ、いや飯ってか、うん、将棋結構難しいし、だってさ、なんかさ、やっぱ今もう一番調子上げてきてるように感じるんだけど、どう感じますか。確かに隙がないですね、昨日の王座戦もそうだし、ね、いや確かに昨日のあれ強かった、ね、強かったですよね、ゲームボロはびっくりしました、ね、いや確かに強かった、考えてるからまさかと思ったんですけど、ね、やっちゃう。でもね、この王座戦見れるのはね、非常にね、プラス、私にとっては。なるほど、うん、あ、まあ確かに、うん、作戦面は似てます、うん、そうそうそう、だからね、
いやこれからどうしようかなって練りたいんだけど、その前になんかやっぱやらなくちゃいけないことが結構あるからさ。あ、忙しそうですもんね最近ね。そうですね。まあそうね、ちょっと色紙をとりあえず終わらせて終わらせて丁寧に、はい、はい、うん、そうで、あとはまあなんだ、いや10月11月はもうやばいっすね。ちょっとこれだけ忙しくなるのは多分ないけど、来るから、うん、でもプラスに考えていこうと思います。はい、岡部とも当たりそうなんだよ。あ、あれですね、まあ、大井戦、もう一回勝てばというか。いや、あのどんな最新検証金がね見れるか僕は楽しみです。岡部にさ、大井戦で負けてさ、はい、結構引きずってたんですよ。あ、2年前、うん、はい、あ、ありましたね。そう、デビュー年、そう、はい、そう、で、そのOEリーグ入っちゃって、確かに、で、そのまま行くかと思ったら意外とそのユージローと岡部当たんないの。いや、意外と当たんない。いや、もう山川さんと結構当たってるんですけど、うん、あ、同期賞なの、うん、あ、そうっす、ユージローとは当たんないっていう。誰と当たりたいですか。いや、もう岡部さんと。いやいや、もうじゃあ、もっとなんか、そういうのもっと、いや、あの、あの本当のこと言うと、あの、ハブ、ハブ本当のこと言ってください。なんていや、あの、ハブクランとは、あの、本当に子供の頃から見てるから、そう、いや、本当にやりたいです。岡部はやってたよ。いや、あれ、羨ましかったっす、本当に。マジで羨ましかったっす。いや、対局室入った、はい、本物だってなる。そうなるよ、ね、なるよ、ね、ハブさんだってなる、なる、俺もなっちゃうと思う、はい、それあと、じゃあもう全部勝たないといけないね。結構二次予選突破して、まあ、本戦ぐらい行かないといけないんじゃない。そうですね、ちょっと最近、うん、何が一番近いの。近いのは、うん、まあ一応、うん、棋聖戦あと2つ勝ったのは二次予選で、はい、二次予選じゃ当たる、二次予選当たらないですよね、うん、で、大井戦かな、大井戦あと4回くらい勝てば大井リーグ、大井リーグ、いやいやいや、あの、青島さんと広瀬さん倒す。おお、強いロックじゃないですか。ちょっとね、きついですけど、頑張りたいですね。あと、ゆきさんと刺したいです。いや、俺さんあんま刺したくない。前もそれ言ってたんですけど、俺は刺したいですね。ちょっとじゃあそれを目標に、裕次郎と当たらないようにして、はい、まあ、上にいるしかないです。上にいてください。当たりそうだったら負けるってこと。いや違う違う、当たらないように上にいるないといけないなって。まあ、オイリーグで会いましょう。かっこいい。いや、ちょっと名言が、これやりたい。名言じゃなくて、いや、裕次郎がさ、三段の時にさ、なんか将棋教えてくださいって言うから、はい、いや教えてたの、そしたら余談になったら私が教えてあげますって言ったの。言いましたけど、言ったよ。言いましたけど、いやいや、半分冗談です、冗談じゃないです。だったら私も教えてあげますから、みたいな感じ。いや、冗談です。勢いが違う。そう。だって僕が強くなっても、ゆきさんも強くなるから全然追いつかないです。ああ、そうだね。うん、だって僕が初めて会った時、C1 でしたよね。ああ、そう。いや、知らない。俺、初めて会ったこと何も覚えてない。そうでしょ。全然覚えてない。俺、2段で C1 でした。うん、じゃあ、ゆうじろうの記録も結構取ってもらってたんだ。まあ、5回ぐらいやってると思いますけど、全部勝ってます。って感じです。はい、現局面の話は、はい、まだ進んでないかな。6号風で進んでなさそうかな。これやっぱさ、対局者もさ、こう見るから、見るじゃない終わったら。見るんですか、何話してんだこいつらみたいな。見ますか、逆に先生。いや、見るんじゃない。岡部解説だったら見たよ、前、なんだか渡辺先生との対局の時。ああ、うん、はい、やりましたね、うん、やっぱ、解説者がどう、考えて、勉強になるの、なんかその、なんで、こう、なんていうの、プロの解説って、棋士も。ああ、ちゃんと解説した方がいい。じゃあどっち持ちですか、今の局面。うん、あと1分ぐらい。いや、どっちも持ちたくないです。いや、そういうのなし、そういうのなし。そういうのだって。いや、もう先手を持ってるとすれば先手ですね、自分は。ああ、攻められそうだから、手は手が作れそうってことですか。欲なんで、ちょっとハードル高いですね。まあそれをまとめきれるかどうかって感じですかね。なんか、まあ歩が3歩ありますからね、先手もね。いい攻めがあっても、普通。まあ、5五の銀がどういくかって感じですけどね。確かに。うん。ゆうじろうさんは？あ、僕も先手持ちたいっすね。やっぱ、コンパクトで攻めが、攻めて続けられそうなんで。うん、まあじゃあ具体的にちょっとあと3手ぐらいしますけど。具体的に。うん、まあ4四歩ついて。はい、いや、確かに。はい、4四歩ね。で、同銀。うん、同銀なのかな？同銀かちょっと。金引きなんじゃない？実は。まあ、金引きだったらまあ8八角って引いておいて、
まあ、7四歩狙いで。これちなみにまあこうやっぱり激しい循環やると同金ああなるほど。これ取り合うとどうなっちゃうんですか。それありじゃないですか。そんな変化。いやいや分かんないけど、これでこれであ違う違う。これで同銀でまあ桂跳ね。この桂跳ねでかそうっすけどね。まあこれは手になってる。まあ先手勝ちそう。いやでもこういうのしのぐのが頑張りそうな。確かにこうそうそう、うん、何個も打ち込んで堂々と4個。うん。7四歩。こっちもどうなんだろうな。4六桂、あー、うん、まあちょっと手勝ち先手が、こういうのがじゃあ4四歩使えたらまた渡辺先生も難しいね。金引きもあるし、かもしれないし、うん、どうするんですかね。あっという間でしたね、30分ぐらい。え、もう帰っちゃうんですか。ちょっと、まあまあ、もうちょっと、もうちょっと。いやあと授業、ゆうじろう先生いますか。いやいや、これだけ盛り上げといていなくなるの、テロですよ。いやいや、もう、どうすんすか。いや、また西山さんの話すればいいじゃん。あー、はい、わかりました。盛り上がりますからね、負けた人がしても。まあいいんですけど。まあそれかも、この将棋のさ、やっぱりさ、どっちがいいかビシって言ったらさ、あー、わかりました。ちょっと、いやでも、ゆきさんの解説すごい勉強になりました。あ、そうなの。わかりやすいし。あ、ほんと。まあ、ということで今後ないよね。今後この3人がこの絵になるっていうのはないから。確かに。うん、まあ。いや、ありがたいです。はい、貴重な機会でした、すいません。じゃあまた、どうもありがとうございました。ありがとうございました。一旦休憩いただきます。ありがとうございます。はい、マジっすか、ちょっと。本当に行っちゃうんすか。うん、やっぱり今日だってさ、カキとさ、ブドウと桃の組み合わせ、もうそれが分かっただけで。そこなん。そこは先生が自己満足だ。いや、それ頼むから、絶対。だからそう伝わってればいいね。まあ、まあそうですね。ゆきさんね。じゃあマイク引きますね。はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、これもう。はい、皆さんこんばんは。棋士の千田翔太です。高橋優蘭と共に解説。解説かわからないですけれど、はい、紹介とかもろもろしていきたいと思います。よろしくお願い、皆様よろしくお願いいたします。お願いします。今回 の、はい、あの順位戦の解説というのは、これ初めてですか。初めてです。他の媒体とかではあまりないですね、このような。そうですね、こういう2人の解説というのは初めてです。コメントも映ってますよ。あ、ここに。これはコメントで。いっぱい、ほら。いや、本当に私の話になって、いやいや、あの千田さんの話いっぱい聞きたいです。まあこういうふうに、あの昔あの叡王戦などで、はい、あのこういうふうにコメント付きでやってたことあるんですけど、はい、今ほとんどそういうのがなくてですね。あ、そうですね。コメント付きが初めてです。まあそういうなんていうか新四段でまだ半年とおっしゃってましたよね。はい、半年です。おお、ほやほやだ。いやいや、全然そういう言い方ね。まあでも新しい四段のコメント。いやでもこういう新四段でこのような機会が与えられるというのはほとんどなかったんで、そうですね、すごく大役ですよね、はい、緊張します。そうですね、お緊張してますか。はい、さっきすごくリラックスしてそうな話ですけど。確かにリラックスはしてるんですけど、あのやはりあの、はい、チャットをいただいてる皆様も、はい、あのすごく優しいコメントが、いや本当ですね、多いんで、あ、このコメント欄見えてるんで、はい、はい、大丈夫、普通にあのコメント返しすることもちょっと遠いんで、そうです、普段の解説ばっかりだと思うんですけれど、やっぱりさす話それちゃってあれなんですけど、はい、名古屋帰り先生は、王座戦の、はい、あれでしたか、王座戦第2局の、いや新聞解説なんです。あ、新聞解説だったんですか、はい、あ、そうだったんですね。どうですか、間近で見て。まあと言っても棋士11年やってるんでね、もう慣れまあでも、はい、私の心境は多分あの高橋さんも 10年ぐらいやったら分かってくると思う。本当ですか。慣れてくきます、おそらくは。いや、なんかもう毎回新しいこう仕事というか、いや初めてやることばっかりなので、確かに今はあれですね、緊張してること多いですね。もちろん仕事という意味ではそうなんですけど、対局室とか、はい、あのタイトル戦の会場とかも、はい、あの今後ますますあの仕事で、はい、あのまあ、仕事でもプライベートでも伺う機会が増えるかと思うんで、はいはい、やっぱり会場の空気やってるうちになれますよ、はい、あの言うなれば気力係とか体力とか一緒ですよね。なるほどなるほど。あ、そう思った方がいいですかね。それと同じように、はい、やっぱり経験を積むとどんどん空気感にも慣れてくるんで、はい、確かそう言われてみると確かに。11年今12年目ですかね。そんなにもうキャリアが全然、僕年5つ差ですよね。確か僕は今年25なんで、
あ、そうですね、そうなりますね。12年とか、うん、いや、昔そのここじゃなくて5階の、あ、そうですね、何室だ、中継室、中継室ですね、はい、で、中継者の方と塾生でよくいらっしゃいましたよね。志田先生がフラッと、フラッと現れて、当時この近くに住んでたので、はい、今は違うんですけれど、よくしてたんですけれど、その時によく熟成で、そうですね、うん、仕事もテキパキというかやってで、将棋に対しても明るく取り組んでたので、いや、頑張ってくれたらというか活躍してくれたらなと思っていたんですけれど、当時まだ2段やったので、2段でした、はい、ちょっとまあ厳しいかな、どうなるかなと思っていたところがあったんですけれど、やっぱりあの練習環境とかも、あ、そうですね、先ほどの、はいはい、先ほどのどなたですか、佐々木由紀さんと、はい、小林さんですね、はい、まあもちろん、あ、その刺激され合う先輩方や仲間、あれ小林さんは、はい、どのような立場に当たるんですか、先輩後輩で言うと、あれなんですね、同期入会で、はい、年も同じで同門なんで、あの、まあ、棋士は向こうが先になったので、はいはい、一応兄弟子だということでやってます、うん、はい、いや、それは同期です。それ同期です。それ同期です。同期ですね。それは同期です。完全な同期なんで。で、順位戦も C2 で一緒のクラスですから。はい、あ、そうですね。うん、ちょっと。段位はまだギリギリ上がってないんでしたっけ。そうですね。お母さんまだ4段ですので。まだ、まあ、4.99 段ってやつ、はい。あ、そうですね。いわゆる。はい。そんな感じですね、お母さん。まあ、ですけれど、まあまあまあ、はい、どんどん追いつけ、追いつけ、頑張りたいです。はい。お母さんぐらい勝ちたいですね。あ、いやいや、素晴らしいことですよ。いやいや、ありがとうございます。やっぱりそういう勢いの良い、その、まあ、今岡部将棋がすごく勢い盛んですけれど、はい、勢いのある高橋将棋もまあでもデビュー戦もすごく良かったですし、あ、本当ですか、3戦ぐらいも、はい、はい、見て、ありがとうございます、本当に、うん、なんか先生とこう普段連盟でフラッとお話しされましたけど、はい、こうオフィシャルな場面でお話するの初めてなんで、そうですね、なんかちょっと親近感湧きます。指したことは多分ないと思うんですけど、ないですね、将棋はないです、まあ、ネットとかでひょっとしたら当たってるかもしれないですね。あ、確かにこっそりやってたみたいな、うん、気づかぬ間に、あの先生には僕のあの四段昇段した時の昇段会、はい、あ、はい、あの打ち上げの席にも来ていただいて、いや本当にありがとうございます。あの、いやいやいや、半年間ちょっとなかなかお会いする機会なかったので、ちょっと、あ、そうだ、食事の機会も、はい、あまり合わなかったですもん、なかなか。そうですね、合わないというか、それ私のせいなんです私のプライベートがちょっと忙しくなってしまったので、そうそう、結婚もされてくる。いや、またどこかで、あの、はい、食事も、あ、ぜひぜひ、まあ、アレルギーとかがなければ、あ、もう、あの、僕嫌いな食べ物ないんで、なんか行きます。それはそれは素晴らしいですということで、はい、あの、やっと言えました、はい、やっと、あの、ちょっと俺ずっと言えなかったんで、いや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 、ありがとうございます。こちらこそです、まあ、今度ぜひ、はい、この近辺のでも、あ、ぜひぜひ、お願いします。しましょう。じゃあ現局面いかがですか、千代先生。現局面、まだ4四歩ついてないんですよ、ね、あ、ついてないですね。いやー、で、何分考えてるのかわからないんですけど、ここはですね、30分ぐらい、あー、なるほど、はい、増田さんって結構余裕を持って指すタイプではあるんですよ、序盤からというか、時間も惜しみなく使うというか、雰囲気を整えたりとか、で、結構こういう場面ってどうしても、どうです、実際迎えたら、疲れたら引くとつく見えると思うんですよ。確かに盤面見てると、こう、この20センチぐらいの距離だとちょっと4四歩つけるつくか8八角か迷ってしまうと思います。かなり迷います。多分その2択だと僕は思うんですけど、実際そういう時心理どうですか。あの、はい、順位戦3戦ぐらいやってるんですか今。4戦やりました。4戦で3一でしたっけ。はい、お、順調な滑り出し、ありがとうございます。いやいやいや、運がいいとこもありましたけど、はい、こういうなんか場面迎えたことはまだないですか。あ、あの2択なんというか、2択というか、どっちに、はい、4四歩ついたらもう先は止まれないみたいな場面じゃないですか、はい、あ、いや、こういう時結構時間使うことはできるんですけど、うん、なんというか今7時40分ぐらいじゃないですか、はいはい、ちょっとまだ4局しか指してないんですけど、すごいなんか指してると、はい、記録破壊の時気づかなかったんですけど、ええ、もうこの時間でも結構疲れてて、疲れます、疲れます。なんか読みが雑になることが多いので、いいこと言いますね、読み雑になるんですよ。あ、いや、そうですよね、そうなんですよ、嬉しかった。いや、 僕だけかなと思ってたんですけど、いや、みんなそうです。あ、そうですよね。なんかそれでちょっと4四歩2択なんかしっかり読めずになんか見切り発車って時が多いです、はい、いや、そうなんですよ。そういう時心理で結構消耗したりしません、しますね、もう疲れてる
ですね。ただでさえ疲れてる上でこういう消防が来るんで、そういうところって、まあ、今回どっち選んでもいいですけれど、たまたま、はい、結構そういうところでなんていうか急落していくというか、あ、確かにことは結構ありますね。それ順位戦の怖さですね。朝日とかじゃそんなんないんですよ。あ、確かに40分なんで悩む暇もなく、はいはい、もう引いてしまい、ついてしまい、しょうがなくまだあとは勢いとかその場のノリで、いや、なんかその奨励会のつながりは1時間半の持ち時間だったんで、はい、あ、ノリですね。ノリ重視でやってきたところがあったんで、なんかでもこの時間でも今増田さん1時間半ちょっと切るぐらいだと思うんですけど、ここから初手から次上げてを考えると時間あるはずなのになぜかこうちょっとパッとさせちゃうなって思いました、うんうん、時間使ってもやっぱり苦しんでいくんでね。あ、そうですね、うん、高橋さんはまあ割としっかり読みの入ったというか、はい、全体的に作りは手厚い作りじゃないですか、はい、だからまあ結構しっかりそういうところは評価もちろんさせていただいてます、うん、ありがとうございます、いやいやいや、はい、デビュー戦もすごく良かったです。あ、なんかいや、先生、なんなんそんな今日いや、今日だからじゃないです。確かに普段からあのよくしていただいてますけど、はい、いや、まあ、だから結構こういうところもしっかりなんというか、はい、まあ、読むまでいかなくてもまあなんというか、うん、取り組むというかそういうなんか最近、はい、あの佐藤康光先生の昔の順位戦の将棋とかをちらっと見るんですけど、はい、こういったところでなんかもう残り10分みたいな、なんかここで2時間ぐらい使って残り10分でみたいな時間の使い方されるじゃないですか、うん、ちょっとそれ改めてすごいなと思いました。あ、確かに。まあでもお互いそうならいいんですよ。あ、確かに。昔の羽生世代同士はお互いそうなる前提で組み合ってるからいいんですけれど、例えば相手が糸谷さんとか、はい、まあ、またあちら普段でもそうなんですけれど、あ、気にせず私2時間残ってますって言われると2時間対10分はそれは話が違うんですよ。だからお互い10分とか20分でやり合う前提でやってるから、まあ、羽生世代同士、あ、君の方がやでみたいな感じでやるからそれを呼吸成り立ってるんですけれど、それが成り立たないと森内糸谷戦みたいにだんだん差が広がっていったりして知りませんみたいな感じで、いや、確かに、ってやられると、いや、私はこういう将棋を指したくなかったんだっていうか、こういう時間の使い方の勝負したかったんじゃなかったのにってなったりするんですよね。いや、確かにちょっとその安井先生なんか、うん、10分対3時間みたいな、たまに追いがけするんですけど、確かに昔の羽生世代同士の羽生先生同士だとそういうのは多かったですね。確かに、うん、そういう意味ですか。ここら辺でもう残り20分同士みたいな、いや、でもそれちょっと信じられないです、今の自分の感覚だと。あ、時間すごい使うな。まあ、糸谷さん以降、そしてソフトと電王戦以降、時間を残すっていうのが結構大事になってきてると思うんで、はい、はい、おっと、妻からの呼び出しがかかってしまった。あ、ちょっと私も佐々木さん以上に大事な呼び出しが来てしまったかもしれないです。いや、全然、あの、一応じゃあ出てもらえばいいじゃん。いや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 、あ、全然、あの、全然お気づかなくて、いやいやいや、私の姿勢ここまでの可能性出た方がよろしい。じゃあ、一旦失礼します。はい、はい、すいません、皆さんありがとうございました。ライブ感溢れる。じゃあ、あの、入っていただいて、あ、そのまま、はい、はい、いや、すごい、嵐のような1時間でしたけど。感想はいかがでしょうか。いや、本当に楽しい先輩方でした、本当に。いや、千葉先生はそうですね、どうなのおっしゃるんでしょう。まあ、8時頃までいらっしゃるということですだけども、まあ、もしかしたら早く帰ってこいという可能性もありますので、どうですか。ここから どうやらあの千田先生はあのお呼びがかかってしまったので、はい、あ、皆様ありがとうございました。突然出ていくことになってしまい申し訳ないです。まあ、あの、解説も楽しんでいただけると嬉しいですね、はい、いや、千田先生の、あの、解説というかこうすごい勉強になりますね。佐々木先生とはまた別のあれ解説の仕方で、次戦記も読んでいただいた方がもう、あ、大勢いらっしゃるかもしれないですけど、あれ、いや、僕も読みました。ありがとうございました。ありがとうございます。名文でございます。こちらで紹介しておきます、うん、あ、そうです、これ URL 貼って、で、ぜひ、はい、ありがとうございます、はい、いや、順位戦こういうので消耗していくんですよね。なるほど、うん、で、消耗していったら何が起こるかもわからないんでね。確かに、結構大変なんですよ。いや、本当っすね。だからこういうので7時ぐらい疲れるって言ってたじゃないですか、はい、
だから昼ぐらいでみんな川の字みたいに並んで寝てるわけですよ。かつらいでみんな寝てるんですよ。この間佐々木優さんも寝てましたよ。寝てましたね。名古屋ですら寝てるんで。名古屋で寝れるんです。名古屋でも寝てるんですよ。マジですか。どうしようかと思ったんですけど、みんな寝てるんでもうどうしようもなかったです。まあ、それくらい結構体力消耗するんで、はい、だからみんなおじさま方が寝てるわけですよ。5人くらい。確かに。机挟んで寝てますよね。うん、そうね、片側でみんな寝てるんで、いる場所ないんですよ。確かに。確かに。まあ、それが順位戦ですね。まあ、今後やっていくうちにどんどん分かっていくと思うので、はい、そういう魅力もね、語れるようになると思うので。はい、いや本当に貴重なアドバイスをいただいて、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。これは先生、あ、ウイロバーです。え、あ、皆様で召し上がっていただけると嬉しいです。こちらウイロバー、あ、いや失礼します。ありがとうございます。お疲れ様でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、つどうしよう、ついに一人になっちゃいました。いやーすごい。いや、いや本当にこんなに効果な、なんていうんですか、このダブル解説というか、トリプルどころか、もう超豪華解説でしたけど。いや本当ですね。いや聞いたこともないような、はい、なんか本音だったり、はい、あ、プロの方特に考えてるんだな、ね。